冒険家とか探検家とか言われてますけども、そういったものは、自分でそういう何々かなっていう気持ちはまずありません。でも、まあ自分のやりたいことは精一杯やっていけばいいんじゃないかと、金がそこみたいな感覚っていうのはあるんですが、どんなにも勉強できなくてもいいことはあるんですが、
高速の下、そこに関東自動車工業があります。日本の自動車産業の一翼を担って今日も活躍を続ける関東自動車工業。最高級車センチュリーをはじめ、トヨタの各車種が誕生していきます。トヨタと共に躍進する関東自動車工業。USS エンタープライズ号の脅威に満ちた物語であり、
Thank you.
こんな天気の日にはきっと虹が出る。
Thank you.